案内してます。はい、こんにちは。こんにちは。今いいですか？はい、見てってください。はい、ちょっとこの店を見せながら乗ることができますか？今はい、できます。はい、お願いします。一応短いコースで10分、20分、30分でいろいろコースはありまして、はいはい、まあ、短いコースでも時の鐘を回るコースってことで、はいはい、はい、有名な定番のコース行くことできるので、はい、そっちで行きましょうか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、で料金後払いでいいので、はい、あの人力車までちょっとお願いできますか？はい、お願いします。お兄さん、すいません、はい、片手だけでもいいので消毒だけお願いできますか？はいはい、ありがとうございます。準備ですので、どうぞ。はい、正面の方からこう階段上がるような感じで椅子までお願いします。はい、バックは足元で。あ、はい、来ました。はい、ありがとうございます。足元置いちゃいましょうか、これも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です、余裕です。ちょっとシートベルトを締めていいですか？はいはい、はい、お兄さん、ちなみにどこからですか？これは、YouTube チャンネルですから、はい、ジャパンエクスプローラー。はい。なんだっけ、日本の文化を紹介する感じ。紹介する。はいはい。いっぱい見てくれます、それは。じゃあ僕もそれに出ちゃうんですね。あ、はい。お名前を教えてもらえますか？龍馬です。龍馬さん。はい、RYOMA です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあお兄さんの写真撮りましょうか。お兄さんが今乗ってる瞬間、自分のキャメラマンですから、この道、はい、道を見せながら、景色だけ、景色だけ、はいはい、OK、です。大丈夫です、ありがとうございます。はい、景色見るってことなんで、はい、こう屋根を開けてオープンカーで、はあ、そうですね、はい、行きましょうか。行きましょう。でちょっと出発する前に連絡だけ入れさせてください。はい、全然大丈夫です。じゃあ持ち上げてもいいですか？はい、お願いします。はい、行きます。よし、じゃあこの高さで行くんで、もうよっかかりながらリラックスしてね、はい、乗っててください。一瞬ガタッとします。はい、よし、じゃ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。行きましょう。レッツゴー。行きましょう。一瞬ガタッとします。よし、じゃあ行きます。はい、じゃあこんな感じで走っていきます。はい、でここがメインの通りなんですけど、ここね、電線と電線がないんですよ。はい、はい、この町の名前は何ですか？ここは一番街という通りですね。ああ、一番街。一番街。はい、この電柱電線ないのは、昔ながらの景観を保つために、はい、電柱電線を全部地中に埋めてます。上で近づく時の鐘があります。一番食べ歩きが有名な通りでもありますね。あ、これですね。はい、こちらですか？そうです、この通りです。あ、お兄さん、日本の食べ物好きですか？そう、好きです。何が好きですか？一番好きな食べ物はラーメンです。ラーメン、間違いないです。急に左側は神社が入ってます。あ、薬師神社っていう神社で、目が良くなる神社。あ、目が良くなる神社、知らないです。夢ですか、これ？はい、夢ですね。そうです。すごい大きいですね。時の鐘で高さ16メーター。16メーター、16メーター。
何年ぐらいですか、これは。これは一応120歳なんですけど、120歳、120歳なんですけど、初代は400年前で、今見てるのは4代目の時の鐘なんですよ、はい、前の3代は全部火事で燃えてなくなっちゃってますね。あ、火事で、はい。ちなみにここ有名なスターバックスがあります。あ、有名なスターバックス、はい、どうしてるんですか。奥ちょっと見てもらいたいんですけど、じゃあ、はい、あの、ここ中庭付きで、はいはい、紅葉が、あ、すごい、が見えると思うんですけど、はいはい、あれテラス席になってて、そこでカフェしてもいい。でも今入ることができないですね。今、あ、そう、今は無理です。人力車で行けないです。そうそう、降りてからお願いします。そうですね。この町は、はい、古いですか。これはこの町自体も古いんですけど、こう綺麗になり始めたのは最近のことで、はいはい、観光地としては20年前くらいからこう栄え始めてますね。はい、40年前とかはね、ゴーストタウンだったんですよ、ここは。あ、ゴーストタウン、はい。でもやっぱり綺麗な街で、古い建物もたくさん残ってるってことで観光地化が始まりましたね。はい、建物とかは古いんですよ、ちゃんと。何が？建物とかはちゃんと古いです。あ、古いですね、はい、多分一番古い建物はこれですね。一番古いのね、違うんですよ、まだあるんですよ。あ、本当に？はい、後で通ります、そこは。あ、お願いします。で、これが時の鐘です。ビューティフォーです。でさっきちょろっとお話ししたんですけど、できたのは400年前。400年前、当時川越にお城があったんですけど、はいはい、そのお城のお殿様がめちゃくちゃ時間に厳しい人だったんですって、はいはい、なんでそのお殿様が命令して建てろって言って作った時計台がこの時の鐘です。はい、はい、面白いです。ただ昔火事が多かったので、はい、どんどん火事で時の鐘もね、燃えてなくなっちゃったんですね、はいはい、今見てるのは4代目の時の鐘。4代目です、はい、時の鐘、前の3代は全部火事で燃えてなくなってます。はいはい、まあ、それでも120歳ってことですね。あ、はい、だいぶ古いですね。これは120歳、これ120歳です。で、1日ちゃんと4回、1日4回、今でもなってます。4回です、はい、朝6時、12時、おやつの時間3時、夕方6時です。ありがとうございます。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。僕がさっき紹介したスターバックス、はいはい、こっからね、ちょろっと見えるんですよ。あ、庭がね、これも、あ、庭が これも見えるんです。綺麗ですね。そう、綺麗です。そのスターバックスはどのぐらいですか。できたのは、3年前。3年前、3年前の3月です。あ、結構新しいですね。結構新しいです。そう、最近できましたね。そうそうそう。お兄さん、日本長いんですか。そう、長いです。長い、そう、5年ぐらいです。あ、5年ぐらい、はい、めちゃくちゃ日本語上手です。あ、そうだ、まだまだ難しい日本語まで分からない。元気です。ちなみに右側は、はい、タツネヤガーデンさんといって、もともと料亭だった場所なんですけど、今はカフェ&レストランってことですか、はい、フレンチやってます、ね、あ、フレンチレストランですか。いや、フレンチレストランです。渋沢栄一さんとかわかりますか。わからないです。すごい、埼玉県で、はい、すごい活躍した実業家みたいな、今は NHK のドラマの主人公にもなってる、あ、昔の有名な方がいるんですけど、はい、その方はここでお食事をしてたみたいです。あ、どのぐらいよくここに行きますか。この川越の方じゃなかったんで、ご飯食べたっていうのは何回かって。ああ、何回、そんな多くはないんですけど、はいはい、来ただけで結構すごいことなんですよ。
仕事はどのぐらいですか？僕は2年目です。2年目です。はい。で、もともとこの町で生まれて育ってるんですよ。本当に、すごい。今もここに住んでいますか？今もここです。僕んちも歩いて5分ぐらいですね。5分ぐらい。いいですね。ずっとここで、学校も、小学校も中学校もずっとここです。ずっとここで、すごい。じゃあ、毎日仕事ですか？ほぼ毎日。ちょっと休みもありますよ。休みもあります。どうですか？楽しいですか？はい、この仕事楽しいです。お兄さんみたいな方乗ってくれるんで。ありがとうございます。そうですね、はい、会社の名前は何ですか？会社はいつきや。いつきや。いつきや。社長の名前から取ってます。はい、なんだっけ、埼玉だけですか、この会社は？そうです。僕たちはこの川越でしかやってないです。裏道の方に入っていきます。はい、で、このちょっと並んでるお店はうどん屋さんなんですけど。あ、うどん屋さん。うどん、川越うどんが実は郷土料理です。うどん食べれますか？そうですね、めちゃくちゃ美味しいですよね。美味しいです。マジでうまいです。あの武蔵野うどんっていううどんなんですけど、コシ、はい、が強めのうどん。ああ、お腹いっぱいになる系のうどんです。で、お兄さんは多分結構好きだと思います。そうですね、お兄さんいっぱい食べそうですもんね。日本料理が好きです。美味しいですから。うなぎ食べれますか？うなぎ。うなぎも食べます。川越はうなぎとうどんが有名です。ああ、川越で。あ、そうです、そうです。ダメよ、ダメよ、ダメ、ダメ、ダメ。お兄さん自体人力車乗ったのは初めてですか？初めてじゃないです。前もたくさん。あ、そうなんですか？そう、浅草で、はい、はい、乗って、はい。じゃあ見るのも別に初めてじゃなかったんですね。そうですね。でも川越初めてです。はい、あ、初めて。ありがとうございます。川越こう裏道の方とか今日歩きました？あ、まだです。まだですか？裏道の方が綺麗な街並みになってるんで、はい、YouTube 撮るなら裏の方が綺麗な絵が撮れますね。この右手とかはまた綺麗なお寺さんがあるんですけど、はい、素晴らしい。はい、長期院というお寺さんで、歩いてると川越ってお寺がいっぱいあるんですよ。そうですね、はい。これ最初ちょろっとね、時の鐘の時にお話しさせてもらったんですけど、東側にお城が昔あったんです。あ、そう、西を守る砦として、砦ってわかりますか？砦、西を守るなんか門番みたいな、セキュリティみたいな感じで西側にお寺を作ったって言われてるので、はい、こう西に行けば川越は全部にお寺とつながってます。はい。あ、そう。
か僕たちがここからスタートしたので、はい、ここで終点になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた最後ちょっとガタッとします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ降りる準備してくるんでちょっとだけ待っててください。はい、じゃあね、毛布とシートベルトを取っちゃいます。はい、足元気をつけながら降りてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。お会計先にしちゃってもいいですか。はい、一区間いただいたのでお一人様で2000円になります。はい、あ、すみません、じゃあちょうどお預かりします。じゃあ僕からお渡ししたいものもあるんで、はい、それだけいいですか。くれるときに安くなるクーポン券です。はい、ありがとうございます。はい、これとこれ町のパンフレットで、僕たちのなんか会社の URL とかもあるんで、はいはい、なんか YouTube できたら連絡ください。はい、わかりました。でこれありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。食べていかないといけない。
炭水化物の塊を作ってくれて、いや、味噌団子なの。あ、味噌、あ、ちょっと待って、こんな絶対うわ、でっか、ちょっと待って、
何食べる？で。顎は弱い。で将来お母さんになるためのカルシウムを取りたくない方がほとんどです。結果的なんですよ。ただ一番人気は女学生というのはなぜ女学生かというと後ではなく、本能的に将来お母さんになるためのお母さん。あとはまあ、でもみんな気をつけて。
ずっと行ったら、やっぱり出てくるじゃん。